詰まっちゃうけど、いいサイズ来たね。ミルキー釣りチャンネル、旦那です。今日も妻と二人釣りを始めていきたいと思います。現在の天候は晴れ、気温は27度で水温は28度です。向かい風が吹いてまして、少しやりづらい状況なんですけど、いい具合に涼しくて釣りをやるにはまずまずといった感じです。今日の仕掛けなんですけど、妻はハヤブサの発光プランクトン、毛糸と発光塗料のついた針9号、ハリス2号、それと UV の水中ライト、私はハヤブサのツイストスキン、ケイムラレインボー、ハリ8号、ハリス2号、それと青の LED 水中ライトでやっていく予定で、さらに、アジ以外のチョーカーに期待して、こちらのカゴにつけた針にエビアームや生餌をつけてやっていきたいと思ってます。そして今回も沈むと色が変わる機を使ってやっていくのと、こちらのハピソンの UV 蓄光機をサビ検照射してチョーカーを上げていきたいと思ってます。あと妻が使う針9号なんですけど、8号のものよりエラスが長いんですけど、まあ、その使い勝手とチョーカーの方も見ていけたらと思ってます。最後までご視聴いただけたら嬉しいです。それでは始めていきます。ゴーゴー。そしたらこっちの木にチェンジしようかな。もう一個木がある。色が変わらない。波があるんだな。そうそう。波があるから、色が変わらない浮きってのがあるから。私も。本当？うん。なんか今グイグイって言ったもん。シカシカしてるから分かりづらいかな。誰のせい？ついた。下ゴンズ。やりました。ガンナレット目ゴンズゲットです。来ちゃうね、この仕掛けには。じゃあハピソン照射します。お、ついた。やりやした。本日初ヒットです。スマーチちゃんゲット。あ、ちょっと大きくなってる。ワンチャンやったりして、あ、じゃあマミちゃん、あ、じいちゃん、じいちゃん、やりました。マミちゃんゲット。結構沈んだよね。すまん、マミちゃんゲット2匹目です。仕掛けをロスしちゃったので、こちらのモリゲンの大量サビキオーロラハゲカミックスでやっていきます。あれ、フリーズしてた。ちょっとシーン撮れてないかもですけど、妻ホースゲットです。
て、4K ホンズゲット。いいサイズ来たね。すごい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 。よ、つまりサイズのチケットです。やりました。現在5時20分。バリバリバリ。危ねえ。なんかどうできると思ったもん。アジかと思ったけどね。ポイント B でのチョコトレンドです。横軸は日付、青のラインは水温、赤のラインは最高気温、オレンジの棒グラフは量計味、黄色の棒グラフは豆味のチョコです。ここ最近の気温低下と水温の上昇で予想通りのちょっと厳しい兆候でした。この時期の傾向ですけど、海流がいつ来るか読みにくいのと、地合いも一瞬で終わるので、いつ何時も油断ができない感じです。では魚の活動指数を見ていきましょう。黄色のプロットですけど、前回同様に低めに推移していて、この条件でアジの釣果を上げれたのは運が良かったのかもしれないです。リターンホール。今日の釣果はご覧の通り、今日一はこちらの妻が釣った22センチのアジちゃんです。なんと旦那の釣果は豆ちゃん3匹のみ。
遠投が取り柄の旦那なんですけど、向かい風の爆風でいつもの調子が出ずで残念な結果に終わりました。今日は妻に感謝して、まめちゃんもお刺身で食べたいと思いますので、これから頑張ってさばいていきます。料理の完成。アジのお造りとお寿司、豆味のおし寿司と南蛮漬けです。8月の味は油あっさりで、南蛮漬けのお酢の感じもこの時期にぴったりで美味しいと思います。では今日もありがたくいただいていきます。最後までご視聴ありがとうございました。それとチャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターフォローいつもありがとうございます。これからも頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。またね。Thank you.